皆さんこんにちは。射水市社会福祉協議会では行政、福祉関係機関、団体、地域住民の皆様と連携、協力を図りながら誰もがその人にとって安心して暮らせる地域づくりを目指し、様々な福祉活動を行っています。これからもご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。さて、今回は10月開催予定の第13回射水市社会福祉大会のほか、射水市共同募金について、そして射水市ファミリーサポートセンターについてお知らせします。はじめに第13回射水市社会福祉大会のお知らせです。多年にわたって社会福祉の発展に功績のあった方々を表彰するとともに、市内の福祉関係者が一堂に会し、お互いに身近な福祉課題を再認識することにより、市民及び社会福祉関係者による福祉活動への参加を促し、相互理解と連携を深めることを目的に射水市社会福祉大会を開催いたします。開催日程は10月3日水曜日、アイザック小杉文化ホールラポールにおいて午後1時30分から開会します。大会の前半では最初に式典を行い、社会福祉事業に功績のあった方々及び社会福祉活動に協力援助いただいた方に対し、表彰状及び感謝状の授与式を行います。その後、議事に移り、大会宣言及び大会決議を行います。大会の後半では大谷流心の元気の作り方、漢字で興味を持って自ら動いてみようと題して、有限会社支援塾代表取締役人材活性プロデューサーの大谷百合子先生のご講演をいただきます。先生は京都ノートルダム女子大学を卒業後、吉本興業へ入社、後横山靖のマネージャーを務め、当時まだ無名だった宮川大輔、花子などを次々に売り出した伝説の女マネージャーとして注目を浴び、吉本天然素材プロジェクトの立ち上げの際にはナインティナインや雨上がり決死隊の売り出しにも尽力されました。現在は笑いを用いたユニークな人材育成研修が NHK スペシャルや日経新聞など多くのメディアに取り上げられ話題となっています。全国各地で講演研修を行う傍ら、自立自走型の人作りを精力的に支援しておられます。モットーは感じて興味を持って自ら動く人作りとのことです。社会福祉大会は入場無料、お申し込みの手続きなどは必要ありません。たくさんの皆様のご来場をお待ちしております。次に赤い羽共同募金についてお知らせします。10月1日より赤い羽共同募金運動が始まります。昨年も皆様にはたくさんの募金にご協力いただき、誠にありがとうございました。今年も個別募金、職域募金をはじめ、街角での街頭募金、小学校や中学校での学校募金、市内で行われるカニカニ海鮮白エビ祭りや農業産業祭りなど、イベント会場で行われるイベント募金で皆様のご協力を呼びかけます。次にファミリーサポートセンターからのお知らせです。ファミリーサポートセンターでは、子育てを応援したい協力会員と子育てを応援してほしい依頼会員を随時募集しています。市内在住で子どもが好きな方、空いた時間で有償ボランティアをしてみませんか。資格、経験、性別は問いません。
送迎のお手伝いだけ、乳児の預かりのみなどご自身のできる範囲で結構です。男性会員も活躍しています。また乳児から小学生を持つご家庭では、子育てでの困りごとはありませんか？ファミリーサポートセンターでは、さまざまな場面でお子様の一時預かりや送迎を利用することができます。例えば依頼会員宅での子どもの預かりや、子育て支援センターや児童館を利用して預かりもできます。また最近第二子出産時の上の子の保育園の送迎や、小学校高学年の習い事の送迎で利用される方も増えています。今すぐには利用することがなくても、必要になった時のために会員登録されてみてはいかがでしょうか。会員登録に関する費用は無料です。詳しくはファミリーサポートセンターまでお問い合わせください。今回は第13回射水市社会福祉大会赤い羽共同募金について、そして射水市ファミリーサポートセンターについてお知らせいたしました。お問い合わせは射水市社会福祉協議会総務課までお願いします。また参考に射水市社会福祉協議会ホームページもご覧いただきたいと思います。射水市社会福祉協議会からのお知らせでした。